シモン・マルミオンは、初期フランドル派の画家、装飾者本作家。現在のフランスのアミアン出身だが、当時のアミアンは、ブルゴーニュ公国に属していた。当時の多くの画家と同じく、マルミオンも芸術家の家系出身で、父じゃん、弟ミリアも画家だった。1449年から1454年に、かけてアミアンでの業績が記録されている。 その後バランシエンヌに移住し、1458年に死去した。マルミオンは、1454年に、ブルゴーニュ公フィリップ3世が、リールで催した、トルコへの十字軍派遣の実現を起とした、大共演の飾り付けのために派遣された、芸術家の一人だった。その年からフィリップ3世がマルミオンのパトロンとなっている。皇太子、シャルル、皇太子マーガレットら、 複数の公爵一族に仕え、写本装飾の第一人者と呼ばれた。マルミオンが死去した3年後に、未亡人ジャンヌは、マルミオンの弟子だったヤン・プロフォースとと結婚し、プロフォースは、ジャンヌの死後、相当長くのマルミオンの遺産を相続した。聖、ベルタンの祭壇画の一部、絵画館、マルミリオンは、肖像画などの絵画、祭壇画、工芸品も制作したが、 装飾写本作家として最もよく知られている。絵画作品としては、ベルリンの絵画館肖像の聖、ベルタンの生涯を描いた祭壇画、トロントの聖グレゴリーのミサ、メトロポリタン美術館肖像のキリストの哀悼などが知られている。作風としては、当時の伝統的フランス風絵画とフランドル風の革新的な画面構成と風景表現のちょうど中間に位置する。 マルミウォンの遠近表現はほぼ問題ないが描かれている人物肖像は未熟なことがあり人物のポーズもやや成功なものがある。マルミウォンの最高傑作とされているのはサンクトペテルブルクのロシア国立図書館に所蔵されているフランス大年代記で大きめのミニアチュールが25枚より小さめのミニアチュールが60枚描かれた装飾写本である。 美しい彩色で描かれた戦闘場面から、グリザイユのようなモノクロームで描かれた、落ち着いたものまで様々な挿絵が描かれている。ネーデルラントの辞書に重点を置いて書かれており、フランス王位を要求するフィリップ三世を正当化する目的で作成されたと考えられる。また、医学に関するテキストもあり、内容を図示する見事な挿絵が、宗教的な淵飾りが施された、 フィリップ3世の肖像と共に描かれている。トンダルのビジョン、地獄の口、1475年ジェイポール・ゲティ、美術館所像のトンダルのビジョンも重要な作品である。1475年に作成された装飾写本で、マルミオーンは、他にも伝統的な自動書や装飾写本を制作しており、ダイエト書ト所蔵所像で1480年頃の、 フースの自動書は24枚のページ台の挿絵と74枚の小さめの挿絵に装飾された現存するマルミオンの作品のうちで最も成功な自動書となっている。現在ナポリにある22枚のページを挿絵を持つラフローラは複数の半身肖像画を描いた最初の自動書で非常によくマルミオンの特色が表現された写本装飾で 最も優れた作品だろうとも言われている。他にもニューヨークのモルガンライブラリーとカリフォルニアのハンティントンライブラリーがマルミオンの優れた自投書を所蔵している。ロンドンのビクトリアアルバート博物館が所蔵するシュモンマルミオンの自投書は1475年から1481年に作成された自投書で1 1トル x 7 6トルの ページで構成されており、自動書の細密画の技法しての恒例と言える。縁飾りは特に素晴らしく、通常の自動書は草花で装飾されているのに対し造芸やエナメル学が用いられている。この自動書は特定の依頼者のために作成されたとは考えられていない。依頼を受けて作成された自動書には通常縁飾りに依頼者の紋章があるが、この自動書には 紋章がなく、また暦に記載されている成人の記念日も、特定の所有者を意識した聖人ではなく、当時のブルヘや北、フランスで信仰されていた汎用的な成人が記載されている。これは、当時の自投書が一般向けにも市販されていたことを示唆するが、この自投書ほど高級なものは珍しい。一枚だけ縁飾りがないページ台の挿絵があり、 そこにはあまり例のない天国と地獄の光景が描かれ、反対側のページには最後の審判が描かれている。下部に、3には炎に満ちた煉獄が描かれ、その上には湖に架けられた草花に満ちた公園のような天国へ続く細長い橋を渡ろうとしている裸体の肖像が描かれている。トンダルのビジョンにも様々な天国と地獄の光景が描かれており、ペテルブルクにある 年代記の差し絵、シャルル・トクトーの夢も同様に天国と地獄が描かれている。これらはヒエロニムスボスが快楽の園などで地獄の光景を描く以前の作品である。19世紀から20世紀半ばに美術師絵たちは様々な作品をマルミリオンのものだとして追加してきた。しかし美術史家アントニー・シュライバーがマルミオンの作品とされている中には 別人の作品が含まれているのではないかと指摘し、1969年以降、作品の見直しが開始される。丸オンの手によるとされている作品は、装飾者本とパネルへの合計で最大40作品ほどになるが、丸オンの生涯や指標が記載されている。当時の記録と称号すると、すべてが丸オンの作品とは言えないことが分かってきた。 しかし、称号作業ではっきりしたこともあり、バランシエンの近くのサンオメールの修道院長で、聖、ベルタンの祭壇画の依頼主でもある、ギヨーム・フィラートルは、ペテルブルクの年代記など他の写本もマルミオンに注文したことが明らかになった。マルミオンが、フィリップ三世の命令で、1467年から1470年にかけて、聖務日課書を作成した記録がある。 現在メトロポリタン美術館に所蔵されている細密画はこの政務日課所から散逸したものである。ありがとうございます。